花は桜に、かけるは乙女。3歳牝馬の花形たちが阪神競馬場を駆け抜けます。花の戦は桜花賞、まもなくスタートです。スタートしました。好ダッシュはウィンタースノーイクスキューズ。まず何がいきますか。早くも先頭18番イクスキューズ、2番手13番ビービーバーレル、11番アマルフコースと好位をキープ、6番湘南タレント、昨年の最優秀2歳牝馬スペースシャトル、この位置につけています。続きまして17番昇竜ムーン、これを見るように内側10番レッドサクヤ、内抑えて3番ダノンファンタジー。 600m の通過タイムは36秒01番人気12番アーモンドアイ、この位置内抑えて1番アンドリエッテ、外から上がるのはカラクレナイ、そのうち8番クラバシュドール、14番ネッドリベール、外から差を詰める。4コーナーカーブ直線コースに入ります。BB バーレル、わずかに先頭。若干リードは BB バーレル。先頭、BB バーレル。400を切って先頭、BB バーレル。そして、アマルフコースト。食い下がるアマルフコースト。BB バーレル、わずかに先頭か。アーモンドアイ、まだ動かない。アマルフコースト、捕らえにかかる。2番手、スペースシャトル、差を詰める。スペースシャトル、まとめてかわした。スペースシャトル、差し切って合輪。勝ったのはスペースシャトル、鞍上は川田優雅騎手。スペースシャトル連勝記録を伸ばします。2着クラバシュドール、3着は混戦の模様です。